ウソン。銃弾はプライムの足先1メートルほどのところに散らばった。黙れ動くな、次は当てる。父親はそう言って老中を構え直した。もうプライムは完全にビビっちまってな。それでもなんとか腰は抜かさずに済んだから逃げる機会を伺っていたんだ。一方ヨハスナツは銃声を聞いた途端に震えが収まった。え、そして思ったのさ、このままではプライムが殺されてしまう、なんとかしないとってな。そうしてヨハスナツは近くに来ていた母親の手から包丁を一本ひったくって簡単だな、父親に向かって投げた。投げた、危ないよ。一連の動作に5秒もかからなかった。その包丁は鋭く弧を描いて父親の背中の下あたりに刺さった。さすがの父親もうめいて膝をついたらしいぜ。それでも老中は離さなかったっていうんだから大したもんだよな。ともかく隙ができたってんでプライムは逃げ出したよ。ヨハスナツもそれに続こうとした。しかし母親が彼女の腕をしっかり持って離さなかったんだ。母親はもう一本包丁を持っていたんだが、ヨハスナツはそんなことを構いなしに母親を振りほどこうとした。そうして揉み合ってるうちに包装はヨハスナツの手に渡って、気づいたら彼女は母親の胸にその刃を突き立てていたそうだ。ヨハスナツはもう動かなくなった母親から包丁を引き抜いて少しだけ唖然としたけど、すぐに正気を取り戻して気づいたんだ。父親がいないことに。しまった、プライムを追いかけたんだ、殺しに行ったんだ。そう思って追いかけようと立ち上がった瞬間ヒギャーヒギャーギャ、銃声と短く太い悲鳴が聞こえた。太くなかったよ。それをプライムの断末魔の叫びだと理解して、それから自分の喉に思いっきり包丁を突き立てるまで彼女は5秒とかけなかったそうだ。ここまでの話をスグルから聞き出すのに結構苦労したんだぜ。衰弱しきって朦朧としてだからな。それでも無理やりでも話を聞かないと原因が分からずに対処のしようがないだろう。それでスグルはその話を聞いているうちになぜだかヨハスナツに惚れてしまったんだ。多分彼女は人を呪い殺す力がない代わりに人を魅了する力を持っていたんじゃないかな。俺はそう思うぜ。まあ、さっき呪い殺されちゃったからな。今度はそれを持ってないバージョンですね。スグルはヨハスナツにあるお願いをされたんだ。そのお願いこそがスグルをそこまで衰弱させた原因なんだが、彼の大切なものを見つけてきてください。ヨハスナツはプライムが研究室に取りに戻ったという代物が気になっていたのさ。まあそうだよね、それが原因でね、大変なことになったわけだし。実は駆け落ち実行日の翌日は彼女の誕生日でな。きっと自分へのプレゼントだろうと彼女は思っていた。いや、今でも思っているはずだ。まだ見つかってないんだからな。スグル以前にも彼女に協力した人間がいたらしく、そいつの調べでプライムの家に荷物と一緒に返されはしなかったことが分かった。はあ、彼女は学校に縛られた自爆霊だったから、大学構内はくまなく探索することができた。しかし、それらしきものはなかったそうだ。そこで大学の敷地外にあるのだろうと考えたが、彼女は大学より外には出れない。そうしてスグルみたいなのを捕まえて学校周辺を探させたのさ。冷静に考えればさ、見つかるわけないよな。確実に10年以上は前の話だぜ。どこかに落としてあって、そのままで見つかるなんて考える方がどうかしてる。でも彼女に恋をしてしまったスグルは必死になって願いを叶えてやろうとしたのさ。そうして真剣に探索をした日は、夜中に結果を報告しに剣の空き地に、剣のって下りのね、これ例の空き地っていいよね。もうそうすると必ず会える。逆に手を抜いてしまった日はダメなんだ。行っても会えない。スグルは毎日でも彼女に会いたいがため無理をしたんだな。その探索にのめり込んで衰弱しちまった。俺はどうにかこうにか説得して、せめて1週間に1日くらいにしとけと言ったんだ。大変だったぜ。霊能師やら坊さんやらにも手伝ってもらってな。それで今はどうなったかというと、スグルの健康状態は回復したし、
見た目に危険な兆候は現れなくなった。だが未だに1週間に1回は大学周辺を探索して彼女に報告しに行ってるようだ。まあ最近はずっとそうした状態で安定してるし、俺も何も言わないことにした。生活に支障をきたすようなレベルじゃないからな。ところでプライム、プロポーズした方のプライムが大切にしていたものって実際何だと思う？夜明日夏へのプレゼントでないとは言い切れないけど、忽然と姿を消したってのもおかしな話だよな。俺はそいつが動き回るもの、生物なんじゃないかと思ってる。あっちのプライムは生物系の研究をしていたらしいんだ。どこかへ行っちまったか、10年以上も息を潜めてるんだか、わからんがな。俺の話はこれで終わりだ。さーて次は誰が話すんだ。なるほど。あ、なんか、なるほどね。なんだこれ。話面白いですね、普通に。ぜひ製品版をやりたいけど、ダウンロード販売はしてないんだよな、確か。お、第2話。第2話もできんの？やった。じゃあ次は僕が話しましょうか。あまりプライムさんとはお話ししたことがありませんでしたね。僕は遠藤哲徹哲と言います。農学部の2年生です。よろしくお願いします。先ほどの池永さんの話でも出てきましたが、学校という場所は霊を発生させやすいものです。小学校、中学校、高校とそれぞれで怪談を聞く機会があったでしょう。でも大学生にもなるとその類の話はあまりしなくなるのが普通です。大学という場所はそれまでの学校よりも自由ですからね。授業がなければ来なくてもいいし、大抵の人は単位が取れれば授業を休んでもいいと思ってるんじゃないでしょうか。その通り。僕は履修した科目は全て出席しますが、なんかそうっぽいね。てか、なんでデフォルトが下向いてんだっつ。まあいいや。とにかく高校までのように時間を縛られることはないでしょう。だから学校に対する思い入れというものも少なくなります。大学に来て授業を受ける以外にも、バイトやサークル活動や遊びや、いろいろなことをするのが大学生活というものでしょう。それまでは基本的に学校が社会でしたから。話の種の多くは学校に関することになりますよね。先生の噂話、恋愛の話、そして学校にまつわる怖い話。こういった話をよくしたのは、学校以外の社会をあまり知らなかったからです。大学生になっていろいろな世界を知ると、その分学校に関する話題も減っていきます。まあでも先生の話や恋愛の話などは大学生でも割としますよね。ところが怪談はほとんど話題になりません。大学生にもなるとバカらしいものだと思えてくるからでしょうか。それもあるかもしれません。しかし何よりも学校に関する思い入れが少ないから話題にもあまり上らないのだと思います。いや正直ね、小学校中学校はほとんどみんな公立で、学校が怖いからだと思うよ。見た目が。学校での例の話は誰かに関するというよりは学校自体に関する話題ですから。だから大学に怪談が少ないのは決して霊がいないからではないのです。話題にならないというだけで霊は大学でも発生するのです。学校とはそういうものですから。釈然としないお顔をなさってますね。何を根拠にですか？根拠ならありますよ。僕は霊を感じることができますから。分かってますよ。誰でも納得するような根拠を示しましょう。僕の話を聞けば、少なくともこの大学に霊が出てもおかしくないと思うようになるはずです。さて、プライムさん。ちょっとこの写真を見てください。別に心霊写真ではありません。だろうな。プライムさんはこの人を知っていますか？僕の2つ右に写っているこの人です。ご存知ないですか？そうでしょうね。僕の知る限り、プライムさんとこの人には接点がないですし、お寿司。この人、北に亮というんですが、僕より一つ上の学年で薬学部の人でした。サークルは演劇系のものに入っていて、ええ、僕も入っています。そこで知り合った先輩なんですよ、北にさんは。だからプライムさんが知らなかったのも当然といえば当然です。でも少し有名になったこともある人なんですよ。
少しだけですが。なんとなく名前に聞き覚えないですか？北に亮。ないね。そうですか。いえね、この人去年死んだんですよ。自殺です。少しだけ話題にもなりました。テレビなんかで取り上げられたりはしませんでしたけど、学生の間で噂はされましたよ。今年はあいつかって。え？プライムさん、この学校から毎年必ず自殺者が出るという噂はご存知ですか？今年はお前だ。冗談を言ったつもりだったけど、思いっきり外してしまっただろうか。しかしどうしたんだろう。遠藤の顔面が一気に青白くなって、なんだかガタガタ震えているようだが。そんなバカな、確かにしたのに。なら、あ、これ遠藤くんか。何かブツブツとつぶやいているようだ。どうも様子がおかしい。声をかけてみるか。ごめん、俺こっち選びたい。すごいこっち選びたい。はっはっは、もう逃げられん。貴様はここで自殺するのだ。はっはっはっは。え、なんだ、俺何を言ってるんだ。つい悪乗りしてしまった。遠藤はいっそ顔色を悪くして、もはやどう見ても怯えていると言える。かわいそうに、さすがにそろそろ本題に戻らないと。俺の原稿も仕上がらないし。どうした、早く死ぬがいい。しようのないやつだな。どれ、俺が手を貸してやろう。だから俺は一体何を。どうして立ち上がるんだ俺は。どうして遠藤の方に向かっていくんだ。あれ、上着のポケットをまさぐって一体何を取り出すつもりなんだ。なぜ意識が遠のいていくんだ。俺を乗っ取るのは誰。だろうな。はい、まあ予測してたし別に。カット。はい、すごいスピーディーに戻ってきましたけど、さっきねちょっとなんかやっちゃったんで、自殺者が出るという噂はご存知ですか。まあ知っているでいいか。そうですか、その噂は知っていたんですね。まあ割と有名な話ですからね。ではこの話が本当だってこともご存知ですか。私は調べましたよ、ちゃんと。それで分かったんですが、確かにこの学校からはここ10年間毎年自殺者が出ています。驚いていますか、それとも呆れているんでしょうか。あのか、その顔は。でもそれほど意外があることもないでしょう。日本の年間自殺者は平成10年以降ずっと3万人を超えているというじゃないですか。そのうちの年に3万人のうちの1人が必ず M 大生というだけの話ですよ。だから世間的には特に話題にはならない。これが高校や中学校、ましてや小学校での話だとすれば、まずマスコミの注目の的になるでしょうがね。でも大学生の自殺というのはあまり学校に責任が及ばないものです。学生の自己責任で片付けられるのが普通ですね。まあそれは当然ですよね。自由を手に入れると責任も一緒についてくるものです。そうなんですよ。自殺といえども話題性がなければニュースにはなりません。何しろ数が多いですからね。1日に80人もの人間の自殺報道をしてはいられないでしょう。だから学生同士の噂話程度にとどまる。そしてその学生も大学生ですから、学校以外の世界も知っている人種ですから、噂は自然に収縮していきます。そして毎年自殺したという話を聞いては静かに噂するのです。また今年もか、今年はあいつかと。北谷さんの話に戻りましょうか。北谷さんが自殺をしたのは去年の11月でした。僕はその1ヶ月ほど前から北谷さんの様子がおかしいことに気づいていました。目がね、うつろなんですよ。人と話している時なんかはまだしっかりしているんですが、一人でいる時を見かけるとどうもおかしい。虚空をじっと見つめてたかと思うと、ふと怯えた表情になったりする。実際は微妙な変化ですがね。僕は人の表情を読み取るのには自信がない。みんなそれぞれ自信持ってるな、こいつら。僕はその時すでに例の噂を知っていました。
ただ知っているだけでなく、いろいろな情報を進んで集めているほどでした。それで北谷さんの行動が、それまでの自殺者が自殺する直前に取っていた行動に似ていることに気づいたのです。それで僕は北谷さんから話を聞いてみることにしました。いいえ、助けようなどという気持ちは毛頭ありませんでしたよ。正直に言って、北谷さんは僕の人生において必要な存在ではなかったですから。むしろどちらかというと邪魔な存在でしたかね。演劇の役を取り合ったとかいうことではないんです。僕は裏方でしたから。ただ、まあ僕にとっては嫌な先輩でしたね。やたらと下級生に対して威張り散らしていて、特に裏方には厳しいことを言っていました。そのせいでサークルを辞めた1年生も何人かいましたよ。それでも演ずる才能はあったみたいで、役者志望の1年生からは慕われていたようですが。とにかく僕はその噂に興味がありましたから、情報収集のためだけに北谷さんから話を聞き出しました。もちろん表面上は心配そうな態度で接しましたけどね。適当なアドバイスもしたように思います。誰でも言いそうなことを言ったら感謝されてしまいましたよ。ひひひ。それで北谷さんも初めは口をつぐんでましたが、僕が少ししつこく聞くと簡単に教えてくれましたよ。やっぱり誰かに言って少しでも楽になりたかったんじゃないですかね。戸惑いながらもごもごと話し始めました。その一声は、雲が見える、と聞こえたんです。プライムさん、これ一体どういう意味だかわかりますか？せやな。まあ、雲だね。そうです、雲です。スパイダーですよ。しかし、雲が見えるではまるで要領を得ませんよね。それで詳しく話を聞くと、どうもその雲というのが人面雲らしいんですよ。